しょう。どこやろう。どこやろうかな。もうちょっと、いや、めっちゃ動かしちゃった。まあこんな時間だし、あんまりやるとあれかな。私寝れなくなっちゃう。これでどうだ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。今ね、ちょこっとやるとこ切るよって感じ。夜な夜なでござる。本当はね、もっと早い時間からやりたかったんだけど。こんばんは、こんばんの沼に来ました、いらっしゃい。マニキュアが、ネイルが剥げた。塗ってすぐやるもんじゃないよ。またジェルもしたかったんだけど、そんな時間はどこにもなかったね。今日の私は時間がありませんでした。まあそういう時もあるよね。さてさて、やっていこうかね。手カッサカサだな、バッサバサ。こんばんは、ハーブティーさん、ハーブティーを飲もう。いや私今さ、いやマジでみんなには見せれないぐらいにさ、ダイヤモンドアートゾーンがめちゃく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 ちゃで、いやなんかわかんないけど、いろいろなんかダイヤモンドアートがさ、なんか届くやん、どんどん届く。あれなんで、なんかなんでダイヤモンドアート届いたのかなみたいな、ちょっとなんでかわかんないなみたいな。そんな感じですけど、こんばんは、疲れ様です、疲れ様です。いや今週はね、なんかもう冬支度なのでしたくて、すごい掃除を頑張ってしていたのと、なんか洗濯をとにかく、洗濯って感じ、めっちゃ洗濯して、あとはなんだろう、家事して、なんかもうさ、先週の大阪出張からさ、食い道楽が止まらず、まあ、単純に体重も激戻りしてしまったので、まあ、ちょっとお昼ご飯を準備 しておく、作り置きをしたりとか、まあ、なんか他にもやらなあかんことがとにかくあって、みたいな。すごい忙しくしていましたよと。ゆいさんのお話が気になってうずうずしてました。いやもう本当にどうでもいい話、マジくっそくだらない話をしたくて、ちょっともうちょっとしたらしようか。トモさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。ピーちゃんのライブなどにシャワー浴びてから暖房立てます。あ、暖房、もう寒いもんね、だんだんね。そうか、ピーちゃんライブしてたんだね。いらっしゃい、よいしょ。こんばんは、コスモス届いて制作中、ありがとうございます、嬉しい。ちょうど今コスモス真っ盛りだよね、真っ盛り、この日本語合ってる、コスモス真っ盛りですよね。いやちょうどいい季節になりました。楽しんでいただけると嬉しいです。アンパンマンのダイヤモンドとか可愛すぎて毎回かわいい、かわいいの。あ、ハートミーありがとうございます。キャラモン私はあんまやらないからわかんないけど、かわいいのかな、かわいい、まあかわいいか。いやだ、ちょっとローズありがとう、 Thank you。 Tボクサー新作ダッフィーとシェリーの UVW のオーロラビーズをやりながら、 UVW、 あ、3色オーロラがあるってことね。オーロラあると嬉しいよね。私もちょっとこの作品あるんだけど、あんまり少ないかな。青虫さんありがとう、マルフィさんもありがとう。アムシさん、アーカイブで家事終わらせたら配信してた。いらっしゃい、ありがとうございます。聞き流しには本当にぴったりだと思う。あ、自分で言うなと。いらっしゃいませ。でも在庫もたくさん、ダイヤモンド数字が5幅減ってる。そうだよな。
私も在庫がめちゃくちゃ増えてるのにさ、やらなきゃいけないこといっぱいでさ、時間ないのにさ、ちょっともう私は決めたよ。みんなに制限宣言するからね、買わないどんだけ買った後に言ってるんやって話なんだけど、買わないからね。ゆいさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。いらっしゃい。喉そういえば咳喘息の薬をおさぼり始めてから1週間経ちますが、今のところ大丈夫な気がしてるんだけど、若干若干もあかんかも。でもアリエクのセールがもうする。いやもうそんなこと、そんなお得情報は私は今聞かなかったことにしようと思うそう、もうダメだよ、もう聞かなかったことにしよう。今日はどんなダイヤモンドが届いたんですか。今日はね、なんだったかなちょっとまたね、在庫もみんなに見せよう。今度ね、ホームファンで買ったやつが届きましたね。これは何の絵柄ですか。これね、キックひまわりさんで購入した猫ちゃんです。なんかお調べたらね、お家でねんねっていうタイトルだった。もうめっちゃお家でねんね感ある、かわいい猫です。矢野さん、矢野さん、ごいさん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。でちょっとさ、ちょっと話を聞いてほしいんだけど、話を聞いてほしい。いやもうさ、マジクソくだらん話だから、ライブでする話でもないんだけど、こうほら友達が少ないからさ、私ねえ聞いてっていう友達がいないからさ、ふっつらー、あドーナツありがとう。そういうなんか友達にね、ちょっと聞いてあのさみたいなノリで喋らせてくれ。こんばんは、こんばんは、わんこさん、レパチだ、レさんありがとう、いらっしゃい、聞く、ありがとうございます。まあなんかさ、最近ね、まあこうなんだっけ、柔軟剤をこうランドリン発音がわからんの、あの紅茶シリーズがさ売ってたじゃないですか。結構私の好きなあの配信 TikToker の方とかがさ、結構配信あのなんだ案件とかで紹介してらっしゃって、めっちゃ可愛い、私も使ってみたい、買ったのね。でまああんまりそれでさ、洗濯した終わった後のして終わった後のさあ、ちょっと今めっちゃ喋ってたら電波ちぎれてたけど、めっちゃちぎれてたけど大丈夫かな。私一人で喋ってたな、まあ、いつも一人で喋ってるんだけど聞こえるかな。まあそのまあどこまで喋ったか聞こえてたかわからんけど、まあいい香りだなと思って買って、まあ、使ってたんだけど、なんかそもそもさ、ランドリンのさ、ちぎれてました。そうだよね、ごめんごめん、どこまで聞こえてたかわからないけど、そう、そもそもランドリンのさ、こう定番、あの基本はこれですよみたいな香りがあるじゃない、ああいうのがさわかんないなと思って、まあちょっとそもそもどんな香りかわかんないし買ってみようと思って買ったのさ。でまあこうテスターに匂いのこう見本みたいなのが置いてなくて、あ、かなみさんこんばんは、ありがとうございます。あ、ハートミーもありがとう、 Thank you。 そう、匂いもさ、こうお試しみたいなのないし、まあなんか苦手な香りだったらまあそれはそれかと思って、やめとけばいいかと思って買って帰ってきて、結構家に帰ってさ、開けて匂い嗅くやん、あー、この匂い知ってる、まああの誰にでもね、思い出したくない男の一人や二人いると思うんだけどいや明らかなんかもう、あいつと言ったらあかんのかいいのか、あの人の柔軟剤だったかこの匂いだったかと思って、すげえちょっとオーマイガーっていう気持ちになりましてね。
あるやん、なんかさ、そんでなんかもう匂いってやっぱ結構記憶とすごいこうなんかね、つながってるじゃん。でさ、なんか確かなんか すげえなんだろう、なんかすごい香水とは違う、なんかすごいいい匂いあるするなって思って、なんか部屋とか行ってもさ、なんかめっちゃいい匂いするなって思ってたのね。で、私あんまり香水とかそういう匂いとか実はそんなにこだわりというか、あんま強い匂いが苦手だったりするから、まあ、自分自身はそんなに使わないんだけど、案外ええ匂いすんなと思ってた。だからその匂いがすごい印象が強くて、あんまりなんかいい思い出がなくてさ、しかもそういうの、そういう、今回に関してはめちゃくちゃ嫌な匂いがあって。ピンセットでニコ取りがうまくできない、跳ねてしまった。アクリルビーズっていう可能性もあるね。一個ずつ、その場合は一個ずつやりましょう。あら、私もそういう経験があります。ある?あるあるでいいかな?あるよね。匂いとか音楽とか当時の記憶がバーって一気に思い出されますよね。そうなのよ。それがなんかこう幸せな記憶とかさ、なんか嬉しいとかじゃなくて、なんか、思い出したくないな。なんならむしろ最近久々に LINE 来て、だから返信しないのに LINE 来るし、既読にしたくなくてトーク消すけどめっちゃ LINE 来るから、ついにブロックをしたような人だったからさ。あるある。あるよね。あ、こんばんは、仕事前に見るで仕事頑張りそう。あ、そうなんだ。お仕事頑張って、風邪ひかないでね。こんな時寒いからね。あ、ハートミンありがとう。私は匂いもですが、同じバンドが好きで通ってたので、そのバンドの曲が切れなくなりました。あるあるだね。なんか、思い出しちゃうもんね。思い出したく。ないもんね。わかる。嫌な記憶が溢れちゃいます。そうなのよ。なんかまあ楽しかったこともあるけど、なんか別に今もう思い出したくもないし、なんかでみたいなでみたいな感じなのに、めっちゃこの匂いで、しかもさ、バカだからさ、試しに使ってみないの。めっちゃその匂いがもう部屋中に。今ね、クローゼットを開けるとその匂いがして、うわ、開けるとに、うわってなってる。使わなければいいのにさ。ちょっと使ってみちゃったね。怖いもの見たさだよね。わかります。あります。マジ、わかってくれる。嬉しい。もう本当に、もうこういうこと、もう本当にどうでもいい話がしたかった。あるってなったよね。いや、本当にさ、本当にもう今日一日、うわってなってた。もう、うわーっつって。なんかもう、なんかあえてブロックを解除して、もう連絡してこないでください。再度ブロックみたいなしたいぐらい嫌な気持ちになった。いや、意味ないけど。私は金木犀の匂いが苦手なんで、少数派です。あ、ちょっとなんか、強いっちゃ強いよね。なんかそういえば今年金木犀の香りを嗅いでないな。近くにないかも。ないな。いい香りってなるけどね。ちょっと強いよね。ずれてた。もうすでに息子に風邪をうつされて、鼻水ザラザラで冷房でしゅ。きれいぞで。マジやば。風邪ひいてる。暖かくしてください。本当に。いってらっしゃい。こんばんは。ハムサムさんこんばんは。マッコタンこんばんは。昨日退院してきた。お帰り。でも、無理しないでね、おめめ。本当にもう無理しちゃいけませんですよ。画面については本日すごく目に優しいお色味になっておりますけれども、無理なさらないでくださいね、本当に。でも来てくれてありがとう。その人は私の人生の中で一番嫌いな人なので、そういう経験した時はもう嫌すぎて、今では笑い話です。いや、本当にね、乗り越えて来れたっていうのは素晴らしいと思う。なんかさ、時間が解決することって本当にあって、まあ、その時はめちゃくちゃ辛いなとか、なんかこう人生やめたいぐらい思ったりすることもしたこともそれはあるけどさ、まあ、時間が解決するっていうのはあるよね。ものにもよりますよね。そう、ね、どうしよう、 あの柔軟剤しかもなんか紅茶シリーズより高かったんやけど値段にちょっと左右されてあるあたり、ちょっと貧乏臭いところが出るけど。もったいないよね。でもさ、使うたびに、うわ、あいつ、うわ、あいつってなるやん。え、どうしよう。とりあえず、うわ、あいつをやりきるかやな。次は買わないけどさ、うわ、あいつってやり、
こ、レナさんこんばんは。まことありがとう。いやいや、本当に無理しちゃいけないですよ。無理しないでね。ウーバーさんこんばんは。久しぶり。久々にウーバーイーツに行ってきて、さっき帰ってきました。お帰りなさい。この暑すぎて休んでましたが、もう原付バイクは寒いです。久々ゆっくりライブ見れます。ありがとうございます。そうだよね。バイク乗るとそろそろ寒い時期だよね。なんか本当にバイクってちょうどいい時期はもう過ぎたってことか。本当あっという間だね。なんか秋、なんかもう季節よくわかんないもんね。今ちょうどいいんかな。ちょうどいいんかな。乗り越えた証ですね。いや、本当。よく頑張りましただよね。自分を褒めていきましょう。私金木犀苦手が、こんばんは、こんばんは。捨てちゃえ。あ、捨てちゃう。さあ、ここで私のちょっと貧乏性がさ出るやん。もう高かったしなとかさ思っちゃってんだよね。なんか明日会社に行ってこの話題をして話をして誰か使うっつってあげようかな捨てるぐらいならみたいな。今の作品に3つのピンセットでつかめるのでピンセットで連敗特訓中。頑張ってる。私はピンセット的にこう3つはもう、 こう幅的に3つはつまめないので2個でやってます。いやいや、何粒かつまめると早くなるよね、制作ね。私はもうちまちま系でございますが。みーさんこんばんは。こんばんは。なんか久しぶり、久しぶりだね。こんばんは、いらっしゃい。私金木犀の香り大好きなんですが、無印の棒を刺すやつ、あ、なんか棒刺すやつ、わかる、こうやつやろ、こうフルームフレグランス的なやつの金木犀はダメでした。やっぱ人工的な香りはね、あるよね、違うよね、本物とは違うなってなるからね。私もそんなに得意じゃないです、そういうの。私容赦なく捨てました。そうだよね、それは捨てるよね。なんかまあ、なんだろう、こう、うーん、あ、なんか、うん、付き合う前みたいな感じだったような覚えがあるんだよな。なんかうまくタイミングというか、なんかちょっとあれだったんだけど、なんか、うん、うにゃ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 めっちゃうにゃしちゃった。もう私のそんな話なんか誰も興味ないのにうにゃうにゃしちゃった。もらってくれる人いるならそれが一番ですね。そうする、明日聞くわ。ねえねえつって、あのさつって、誰かつって、一人ちょっと匂いに嫌な思い出があってつって、ちょっと練習しとこう。あげた人から香ってきちゃうので、めったに会わない人にプレゼントするのはいかがでしょう。あ、そうだよね、確かにね。でも一回使っちゃったんだよな。悩む。久しぶりに来れて嬉しいです。ありがとうございます。久しぶりに来てくれて嬉しいです。まあ、まったり、相変わらずね、まったり、まあスーパーどうでもいい話をしてます。まるでみんなを友達のように、ちょ聞いてこ今日さっていう感じを喋ってます。聞いてくれてありがとう。みんな、元彼に送って二度と嗅ぎたくない匂いだからあげるとか、いやもう関わりたくもないよ。もうね、遠くに住んでるからもうね、もういいの、ブロックしたし、ちょいんサイならもう不要です。え、なんか私今どこに戻したね。喋ってたら違うやつを置いてるけど、私、いやー、またやった、直すね。え、ちょっと違うとこに置いてる、ギヤー、くそ、それもあれもこれもあいつのせいだ。まだあるどころか全然違ってよ。捨てる捨てないは状況によりますよね。わかる。捨てる日記を出してたら即捨てです。くポチったはいいけど、それは捨てたりさん、どうも私です。そっか、あげた人が変わる。じゃあやっぱ廃棄。ねえ、あいつのせいなんだけど、間違えた。ねえ、間違えた。これ C だった。みんな言って、あいつのせいだ。せいだっつって。C だった、これ。いやーな、もう全部あいつのせいだ。マジでもう思い出したくもないのかなかった。まあ別に思い出したくないほどでもないんだけど。まあ、よくわかんねえわ。全部あいつのせいだ、そうだそうだ。
全部あいつのせいだ、ゆいさんが悪い、ありがとう。なんで違うとこに置いたの分かるの。今ね、私ここね、あの色混ぜを防ぐために、あのどこ違うな、どのビーズに戻り、どの、うん、どこのビーズに、あ、 6？ なんで6に貼ったりいろいろしてるんだろう。6ってなんだろう。あ、違うな、もうバラボロボロだよ。ここ何、こうトレーのね、トレーっていうかこうケースをこう蓋開けた状態にしとくのよ、いつもこう。でここに戻すようにしてるんだけど、戻したらところが C だったのね。こうやって開いてたから C に戻したん。チュロチュロってこうやって。で色は間違ってない。でもちょっと待って、私今 C 置いてたような気がしないなと思って。全然違うところに置いてたよね。全部あいつのせいだ。まあ、気づくんでね、いいんですけど。そしてちょっとこの作品はきちんと仕上げたいなという思いがあるので撮ります。直近だと米と6に貼ってましたよ。もう全然違うじゃんね、何にも合ってないじゃん。プラスに貼ったら6に貼ったり、あんまりにも今日の出来事がちょっと衝撃的すぎたんでしょうね。動揺してる、してるかもしれん。あう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 あってなってる。そうだな、あとはまあツイートしたんだけどさ、美容院に行って、なんかカーディガンを着て美容院に行ったらさ、軍手みたいって言われた話。面白すぎん、軍手って。軍手、ちょっとはい、正しい C に貼っていきます。正しく C に置いていきます、今から。いや面白かったな。その投稿笑いました。いや笑っても本当に笑ってほしい。もうどうしても笑ってほしいもん、あれは。確かにってなった。美容師さん率直な感想すぎます。そうでしょう、面白いよね。軍手も面白かったです。あとダイヤモンドが届きまくった話も、いやもうなんか衝撃だったもん、それも。あれあれなんかまた届いた、あれなんだこれ、私は何を買ってるんだみたいな。いや軍手は、まあ、あの袖のところじゃなくて、こうなんていうの、髪を切ってもらって、ちょっと私違うとこ、また違うとこ置くよ。髪を切ってもらってて、後ろから見た時になんかその部分がちょっと軍手のカラーでっぽいねって言う、なんか軍手みたいだねっつって言われて、軍手っつって、おーっつって、どういうことみたいな。なんか色合いが、うわ確かに確かに軍手と思って。軍手じゃんみたいな、私もびっくりしてさ。まあネットで買ったんだけど、ネットで見た時はさ、そんな風にもちろん思ってないからさ、びっくりしてね。嘘でしょ、軍手、あ確かに、いやでも軍手みたいになって。ちゃん美容師さんはあの男の人で仲がいいんですけど、まあ、あのすごく私のリアルを、リアルをでこうティックTikTok とかをやってるのを知ってる、まあ、リアルな、私のリアルを知っている、リアルなんだ TikTok、 水野ゆいも知ってるし、まあ、本当の本当の私というかもう知ってる人なんですけど、絶対もう今日こんなツイートしたるっつって、軍手って言われたんでツイートしたるって言ってちゃんとしときました。いやでもね、マジ軍手やなと思って。すごい仲がいい方なので、本当にそういうところも面白くて好きなんですけど。これはもうさ、ネタにするしかないや、面白すぎるやんと思って。いや、こんなネタないよね、みたいな。そうそうそう。美容師さんの例えセンスをすごい面白かった。そう、むしろセンスありすぎんと思って。おもろ、軍手って、みたいな。もうこの、ま、真冬に着るにはちょっと薄い気がするなぐらいのあれなんですけど、いやーこの秋着倒してやろうと思って、軍手ね、ちょっと楽しみになりましたね。今年のこの秋を過ごすのが、軍手着て歩こうと思っていやまあ全体を見ると実はそうでもないんです。全体見るとさ、その軍手感がこう少なくなっちゃうんだけど、むしろ残念みたいな、軍手なくなって残念みたいな。
え、ちょっと待って、ん、私どこに置いた C？ ん、え、なんか全然わかん、ちょっと待って、何が起きてる。あ、なんかすごいよくわからないことになってる。ちょっと待って、色混ぜしてる。ちょっと待って、今また間違えたっぽいんだけど何が起きてる。これ6の紫は合ってんだよね。これがやっぱり違うな。どっち色、え、色混ぜた、え、あ、わかんないちょっと待て、混ぜたんかな。ちょっと待ってね、今私すごく混乱している。あ、一部混ぜてるかも。え、うわ、やばい、マジでわかんない、色混ぜてる。ゆいさんお疲れではちょっと待ってね、みんなこれ私の目はもうわからないよ。もう一回混ぜちゃうか。ちょっと待ってね。あ、うーん、うわー、これわかんないな、わかんないけど混ざってるな。柔軟剤のあいつの呪い、あいつの呪いで間違いなくね。これさあ、まあでね、わかんない、わかんない。でも一瞬色混ぜが疑った気のせいかなって思って言わなかったんです。いやいや、混ぜたよ、混ぜた。これが色違うな、これ。まあ言うとね、この色とこの色、うわやばいし、わかんないし、全然寝れないし、どういうこと。あ、でもね、ちょこっとわかるから自分、ちょっとごめんね、見えないと思うけど、ちょこっと分けてくね。これだな、これ、これでもほんとちょっとだな、ほんとちょっとだし、全然気のせいじゃねえレベルだけどね。いやもう今日はダメだね、疲れてるな、家事で疲れてよ。今日めっちゃ頑張ったもん、今週末。あ、でもこんだけだな、こんだけだと思うな。ちマジで白とか違う色を混ざってっけども、しょうがないな、これは。あ、でもこんだけだね。おいで。これがプラスで、これが C で、私はどれを貼っていた？ちょっとみんなごめんね、コメント読めてなくて。もう私は今自分が何をしたかがわからないんだよ。これは C なのか？でも多分これ間違えて、あ、こっちプラスだな。ん？でもなんかもう間違えて貼ったとてもう何も起こらない気がするな。わかんない。混ざってる。わかっ、混ざってた、混ざってた。最初間違えたってなった時に外して同じ緑だけど、ゆいさんの貼ってたのに色混ぜしてるのかと思いました。ありがとう。色混ぜの呪い再び。本当だよ。今日はでもあいつのせいだから。あいつのせいだから。少し白っぽい感じ。そう、少し白、こっちがちょっと白っぽくて、こっちがちょっと緑っぽい。で、どうしたらいいんだい？一旦外すか。ねえ、みんなもう、ハトミーありがとう。もう、すごく、すごく応援してくれてる気がする。ありがとう。どうにもならないけどね、もうこれ外したって別に変わらんくない？諦め。諦めの夏や。まあ、いっか。これは、貼っとくわ。もう、多分もうわかんないから。いいわ。気にせず、行くわ。ゆっくり行きましょう。ありがとうございます。頑張れ、ありがとう。あ、なんか、何これ。元気でした。ありがとう。ありがとう。結局もう気にせずね、プラスを貼っていくことにしましたね。まあ、足りなくはならないになったとしても、もう合わせてやるよね、もうね。
もうなんなら今からシートプラスに同じのを貼ろうとするよね。こういう感じっすわ。一応違うんかな。まあいっか、一緒だわ、ほぼ。マイペースだわ。結局まあいっかみたいな。頑張れ、送るしかない。ありがとうございます。気づいたらあれよかったってことにしましょう。そうする。全くね違う色の、こうむしろさ C にも置いてくわ。いやもう本当にわかんないわ。この時間の淡い色合いの間違いわかりませんね。うん、わからない。もう全部あいつのせいだよね。あまり人のせいにはしたくないなと思うんですけども、本日につきましてはあいつのせいにしましょう。知らんけど。おもろ。あいつのせいですね。そう、頑張れ、ありがとう。コメントが読めてなかったらごめんね。あ、高田のゆみちゃん、ありがとう。今日のミスは全てあいつのせいでお送りします。ほんとそう。まあね、人のせいにしたくなることもありますよ。まあ言うたとて、その誰かを今はね、まあもう全くその人には届かないんで、危害を加える気もありませんし、大丈夫。あいつのせい。大丈夫の意味がわからん。お仕事、業種、何されてるんですか？業種？業種ってど業界を言うんだっけ？もうさ、私、業種と、職種なんかよくわかんないんだけど、事務してます。事務のお仕事してます。腹筋とか筋トレじゃなくて、パソコン向かうやつね。そりゃそうだよね。筋トレしないね。コスモスとチューリップ、迷って、まずはチューリップを頼みました。ありがとうございます。チューリップかわいいよ。本当にね、楽しんで、季節関係なくね、楽しんでもらえると思うんで。楽しんでいただけると嬉しいな。いや、コスモスとね、迷うよね。どっちかって言われたら、迷うよね。諦めることも必要ですね。そうそう。いい、いい。もういい。もうなんか、そんなにめちゃくちゃこう、色は違えても、こう、支障を来すかっつうと、来さない気がしたのと、まあ、なんていうか、まあ、色に負けた私ですので、まあ、いいやと。感じかな。もうね、なんか間違えるとさ、もうどうにも違う時があるんだけど、今回については間違えてもどうにもまおかしくならない気がしたので、ごめんなさいって感じだけど、しゃーい。マミさん、ハートミありがとう。あ、ゆいだ、こんばんは。ありがとう、マミさん。いらっしゃいませ。ハートミ、皆さんありがとうございます。実は私も今探し物が見つからなくては、もう私は諦めます。なんかね、呼ぶと出てくるよ。なんとかっつって出ておいでって言うと出てきますけど、私はもうついに出てこなかったものを諦めた覚えがあります。悲しいよね。なんか探し物が見つからないと。私も見つからなくなったこともありました。まあでもなんか忘れた頃に出てくるといいなってやっぱどっかで思っちゃうよね。私だけ期待してもいけないのに。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート好きで A2 を頼んで到着待ち。今度は A1 頼もうかしら。え、ちょっと待って、めっちゃ好きやん。ありがとうございます。 A2 やって次 A3 A1 やるの？マジでそんなことある？めっちゃ好きやん、ありがとう。まあ、私は A2 をやってね、A4 をやりましたね。でも A3、A1 やってみたいけど、もう一生無理だよな。2年ぐらいかかりそうだもんな。朝から探してるんです。あ、今日ないんだ。じゃあなんかでも出てきそうな気がするよね。呼んだら出てこないかな。次やる2作品目のサイズが A3 か A2 で迷ってるんですけど、ゆいさん的には色合いとか綺麗に出るのがやっぱり A2 ですかね。いや、それは大きいという意味では A2 の方がでかいからよく出ると思うけど、まあ、A3 の方がサイズ的にはちょっとやりやすいのかなと思う。その絵をどれぐらいのこう表現でいいのかなっ
だと妥協というか納得できるかだけど、私はもうさ、皆さんご存知の通り全然制作できないので、時間取れてないので、まあ A さんにしてます。ただね、今回キアラさんで実は人物をオーダーしたんですけど、まあそれはすごく綺麗に仕上げたいなと思ったので、まあ相談して B さん A さんよりは大きくて A2 よりは小さいっていうサイズ感でオーダーをしましたね。まあ B っていうサイズもあるよね。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート A3 と A4 完成させてるの、ここまで来たらコンプリートかしら。マジでプロプロって言い方ちょっとすごい。うっそ、ありがとうございます。マジか、めっちゃ好きでいてくれてるの嬉しい。ちょっと今びっくりしちゃった。そう、なんかね、 A1 はやってくださった方の、私も見せてもらったんだけど、もうほぼ写真だよあれは。なんか文字がめちゃくちゃ綺麗に出るからさ、台紙の文字がね、すごいよね、あれはすごい。今日のダイヤモンドアート制作終わり、あとはよいさんの配信見ながらコーヒータイム。ありがとうございます。いや、落ち着いてやるよ今からね。もうちょこっとね、まあもうあれ変なとこに置いたりしないように気をつけるから。ダイヤモンドアートのダイヤモンドアート A3 を頼んで到着待ちです。ありがとうございます。なんかまだまだ皆さんに愛していただいていて、私すごく嬉しい。到着までね、2週間から4週間ちょっとお時間いただきますけど、のんびり気長にお待ちくださいね。楽しんでもらえると嬉しいな。色合いが好きすぎる、可愛いよね。自分で言うのもなんだけど可愛いよね。アイスクリームの作品をめちゃくちゃ色がや多くて、全然終わんねえってギャー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 言いながらやってた割には、まだそれのおかげで素敵な作品が生まれました。いや、本当にちょっと奇跡に近いんじゃないかと思うよ、作品ね。まあ本当にいろんな方にやっていただいていて嬉しいです。私も大きいとちょっと大変かもと思っているので A3 にしようかなと思います。ご意見ありがとうございます。いや本当ね、 A2 は大変だった。私も何回って 2,3 回それぐらいサイズやったけど、まあ大変だったよ。ただまあ制作したこう達成感はすごかった。だけど A2 って飾りにくいよな、でっかいからなって思うと、まあ A3 かなってなっちゃうな私。ゆいさん、恋バナあります？恋バナ？さっきの柔軟剤の話もう一回する？もうランドリーどうしよう、あれほんまに。なんかさ、その人の家に行ったことがあるけども、だってなんかさ、もうその人はそこにいないんだけど、もう部屋の配置と、だからベッドとかの位置とかも、なんか全部思い出せるもん。ブワーって蘇ったよね。もうほんま勘弁してくれって思った。ひぃー。若かった。ああ、若かったね。ゆいさん、皆さん、おやすみなさい。アランナーさん、ありがとうございます。おやすみなさい。もう12時だよ。私も早く終わらせるためだったのつもりだったのにさ、色替えがいっぱいあってさ、今違うわ。色替えがいっぱいあったんじゃないわ。色間違いしたんだよね。ごめん。アランナー、ひろみさん、こんばんは。もう終わりでしょうか。あともね、こんだけで終わりですよ。本当はね、もう終わってる予定だったんだけどね、なんか間違えておくしね、色混ぜしてるしね、もうなんか全部あいつのせいなんだけどさ、本当に、だから終わらないんだ。ちゃんと見ときます。ありがとうございます。私も水これは、サイズも含めてコンプリートしたいって密かに思ってます。特にダイヤモンドなどのダイヤモンドと本当に好きです。ありがとうございます。なんか結構第4弾まで全部買いましたっていう方もね、いらっしゃって、本当にありがとうございます。もうね、なんか私よりやってる人いるもんね、すごいよ本当に。なんか本当にありがとう、もうありがとうしか言えない、ありがとう。ところでこれ何、どこの色だろう、わかんないや。ここかな、こういう、本当にありがとうございます。こんなに愛される作品になると。
何せね、可愛いんだよな。本当に可愛いの。まあ、それは分かってる。可愛い。分かってる。可愛いんだよ。コンプリート嬉しい。まあ、J まだあるよ。あ、本当だ。ありがとう。私もほぼ覚えてますね。覚えてるよね。覚えてるよね。なんかこう、覚えちゃうよね。でも、なんかまあ忘れてたのにさ、なんか、ふわーって思い出しちゃったよね。どうする、あの柔軟剤で当分なんか当分うわーってやろうかなってちょっと思い始めちゃったんだけどド M かて。あ、ゆいたんこんばんは。キキたんこんばんは。ありがとう。キキさんありがとう。いらっしゃい。でも本当はもっと早く終わってるはずなんだけどさ、なんかどうでもいい話をしてたら色間違いするしさ、もうどうにもならない色混ぜするしさ、あ、時間かかってんだまあどうでもいいわ。ゆみさんに出会えてダイヤモンドアートを知れて趣味も増えて楽しんでいるので、こちらこそありがとうございます。そのように言っていただき、こちらこそありがとうございます。本当に嬉しいです。そう、なんかね、まあ、最近ツイートしたんだけど、まあ、各 SNS に全部入れたんだけど、まあ、総フォロワー数が5万人を気づいたら超えていて、超えてた。またなんかいつも気がついたらカウントしてる間に、ね、あの、する前に超えてた。ざーん。本当にでもたくさんの人に楽しんで、まあ、延べ人数ではあるとは思うんだけど、いろんな人にね、楽しんでいただけて嬉しいなと思ってます。まあ、なんか私的にはさ、まあ、こう、ちょっと待てよ。ちょっと待って、ごめん、ちょっと、いや、ちょっと、ピンセットが。なんかこう、誰かの人生の中で、まあ、よく言う話はするんだけど、こう、別にダイヤモンドアートじゃなくてもいいんだけど、まあ、趣味というか、そういうものが見つかるきっかけになれば嬉しいなと思ってるし、なんでもいいんだけど、ちょっとでも人生が楽しく、豊かに過ごせるお手伝いができのきっかけというかになればいいなっていつも思ってるので、もしそういうののね、何かお手伝いができているのであれば本当に嬉しいなと思ってます。なんかダイヤモンドアートね、そういう感じ私青森さん、ゆいさん、100均のビーズアートどうしてます？私は今日ハロウィンのやつを完成させたんですが、娘がダイヤモンドアートをしてしまう前にボックスに、ダイヤモンドアートをしまうボックスに貼ってしまいました。かわいい、かわいい。いいじゃないですか。私ね、もうなんか、やっておいてあるだけ。何にもしてない。なんかあんまりね、そういうシールを貼ったりとか、キャラクターものを持ち歩くっていうのをしないので、ああいうのってあんまり使わないんだよな。だからね、あの、そっとしまってあります。日の目を見ない。ね。ごめんねって感じ。いやでもなんかそういうの貼ってくれる、貼ったりしてくれる娘さん可愛いね。いいな。今うちに来てくれる12個下の訪問看護師さんに片思いしてるんだけど、迷惑なのかなとかいろいろ考えて吐きそう。吐くの？吐かないで。まあそんな気持ちはね、自由だからさ。吐かないで。大事にしてください、自分の気持ちを。でもね、悩むよね、そういうのね。片思いか、片思いってどんなあれだろうなもうちょっとダメだ、水野優衣に恋バナをしても何も答えられません。結局私がいつも思っちゃう、男みたいなこと思うんだけどさ、結局なんか誰がやめろと言ったって、誰かがこうしろと言ったって、本人が納得してるんだったらいいじゃんって思う。いかん、いかん。いや、ちょっともう水野優衣に恋バナはいかんよ。させたらいかんよ。まあいいんじゃないって言うからな。相談はダメ。さ、水野優衣に 恋バナの相談はちょっと不可でございますね。みんな欲しい答えもらえんよ。三色団子みたいなお色味で。そうそうそう。どこだったら団子三兄弟ゾーンがあったんだよ。めっちゃ可愛かった。めちゃくちゃ同感です。本当どうか、なんかもう、なんか、そうだね、なかなかね、こう、恋愛を忘れた女。いや、忘れてるわけじゃないんだけど、まあまあ、
なんかよくわかんないなって思う。難しいんだよね。もうこの煮え切らない感じ、煮え煮えしないよね。でそんでちょっとピンセットのこの蓋どっか行った、キャップどっか行った。じゃあ本当に今マジ散らかっててさ、何でも物はなくせるよ。自信を持って言うよ、なくすね、なくしたね。あ、どこ行った、マジどこ行った。ゆいさんの探し物見つかりました。マジでおめでとう。なんで見つかったの。嘘、すごいね。呼んだ、呼んだじゃない、やっぱ。何何、出ておいで、そろ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 出ておいで、怒らないからって言ったでしょ。違うかな。草団子ゾーン、これね。でちょっとね、色がねちょっと黄色みがかってます。もうちょっと可愛い色なんだけど。キアラマステめっちゃ可愛い、太いタイプのマステだった。あ、もう届いたの、届いたの。これね、私はちょっと太いタイプ先にちょっといただいてますけど、マジ可愛いんだよね。ニンニクニンニクニンニクって言いながら探すと結構出てくる。なんでなんでなんで出てくるの。もう理由を考えちゃいけない。届いた、可愛すぎて使えない。使って。可愛いよねこのマステね。明日子供の保育園でハロウィンパーティーがあって、その仮装の帽子がどこに直したか分からなかったんです。すごい、見つかったんだ。呼んだんだな。あ、そろそろ出てきたろかな、ちょっと遊びに行って帰ってこうかな、そろ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 母ちゃん呼んどんなっつって帰ろうかなみたいな、そういう感じな、きっとな。え、マステかわいい、かわいいよ。私はちょっと咳喘息アゲインを感じてみて、ちょっと今ピンチなんですけど、キャラマステね可愛いんだよ。かわいい。なぜか旦那の衣装ケースに、思わぬところにあるもんだね。なんか誰がしまったんだろうね。自分でしまったのかな。そういうの分かんないよね。ゆいたが、ゆいたが出たピアス、ニスソプレイすると隙間の粘着しなくなる、しなくなると思う。ごめん、まだやってないな、今日。今日やろうと思ってた、忘れてた。でもなくなると思います。本当に全面に全面に粘着があるので、やっぱなくなると思ってるけどな。まだ言ってない。喘息系を気をつけてください。薬をさ、無視してたらついに戻ってきたよね。ちょっとやばいかもしれん、これ。また病院行かなきゃいけないかもな。いやー、しんどい。かわいい、かわいすぎる。ヤホ、なぜにキャラマステアップ、え、かわいいから。いや、なんかこう届いたっていう方がいらっしゃって、可愛いって言ってたから、可愛いよねって言って、どうだいっつって、 これ可愛いよねって言って、もうあの、なぜかこうビッグトレーの後ろに貼ってみて、可愛いよねっつって、可愛いよね。粘着なくなると思うよ。コースターも全面粘着だと綺麗になった。あ、本当、やろう。もう今日やればよかったのにさ、今日マジで本当にいろんなことを、でもそれでも結構いろんなことやって、私やらなきゃいけなくて、どうしようどうしようって思ったことを やったから、偉い、天才、もう素晴らしすぎる私。基本的にはもう自分を爆褒めで生きておきます。ありがとう。いや、可愛いでしょ、可愛いね。これだよね、可愛いよねっつって、可愛いよねっつってやってんだ。貼っちゃった。うちの子供たちも喘息系で毎日定期受診してます。やっぱ定期的に行かなきゃいけないの。なんかさ、コロナの後のさ、咳喘息になっちゃってさ、治らんくて、でも薬も結構高いしさ、なんか喉痛くなるしさ、ちょっとせずに、ほう、ちょっと1週間薬を諦めやめたってるんだけどさ、まっかい出てきそうな予感なんだよな。えらい、えらい、イエイ、あ、ハートミーありがとう。
キーホルダー買ったら模様的にビーズ貼らない部分があって粘着そのまま剥き出して、いや、うん、やっぱそういうのはさ終始した方がいいと思う。あの私が前にやったさ、このこれもねニススプレーしましたね。あのやっぱしたな、まあ、ツヤっと全体的にするけど、なんかどっかこの隙間が粘着残ってるってことはないから、ニススプレーしといた方がいい。薬飲まなかったりすると次の受診の時になんだか気まずくないですか？薬飲んでるのがバレそう。もうねこのまま行かないようにしようかと思ってるんだけど、あ、悪い子出てきちゃった。いやもうまさ仕事のさ微妙なタイミングで行かなきゃいけないからさ、あーみたいな、あ土曜の午前中はやりカーブスも行きたいしさ、やりたいこといっぱいあるから病院行ってるよ、暇もない、まあ、はい、そんな感じで今日も終わり唐突に終わりを告げる。ウーバーさん、私も秋になると咳喘息が出ますが、まだ出てません。気温が下がったら出るんかな。これ以上ひどくならないよう会には気をつけます。お互い気をつけましょう。お疲れ様でした。お体を気をつけてください。また沼に行きます。ありがとうございました。本当にユナさん、今日は私のくだらない話を聞いてくれてありがとう、うん、全部あいつのせい。ニススプレーやってみようと、ありがとう。やってみて。私もちょっと忘れてた、やるね。ごめんちゃい。体調大事、はい、ごめんなさい。加湿対策で洗濯物干してるんですが、アロマリッチの青リンゴの香りに配信聞いてます。定期受診は大変です。そうだよねじゃあ私もランドリンで洗った洗濯物干しておけばよかったかな土曜日多いですもんね、病院。体調あってこそなので無理しないでくださいね。お疲れ様でした。ありがとうございました。話気になってうつうつしない聞けてよかったです。いやめっちゃ友達に喋るみたいに話した。本当にごめんね、くだらん話でありがとう。ということで、思わぬ時間になってしまいました。すべてあいつのせいです、はい今日も皆さん私のお話聞いてくれて本当にありがとう。いつもみんなに助けられて癒されて生きております。ありがとう。はい、じゃあ皆さんもね本当に風邪ひかないように気をつけてください。10月も今週というかあと2日で終わるけど、ぼちぼち楽しみましょう。おやすみなさい。あ、ぐんない。お疲れ様でした。おやすみなさい。みんなありがとう。ぐんない。あ、本当にありがとうございました。見つかってよかったね。じゃあね、ぐんない。バイバイ。おやすみ。